手口ごとに被害者の心理状態は違ってくると思いますが、特に発生の多いお料理詐欺で言いますと、やはり息子さんやお孫さんを助けてあげたいという親御さんが持つ強い愛情とか危機感というものが財産の損得感情とか防犯意識を上回ってしまって騙されてしまうのだと思います。また窮地に陥っている息子さんやお孫さんを助けたいという気持ちが高まっていますと、冷静な判断や行動が取れなくなって、ますます相手の言うことを信じてしまう状態に陥るのだと思います。ほとんどの方が振り込め詐欺あるいは特殊詐欺という言葉を知っていて、私は絶対被害に遭わないだろうというようなことを絶対思っていたというんですね。でほとんどの方がこれはもしかしたら嘘だろうと思いながらも、万が一たとえ 99% これは詐欺であっても、もし本当に 1% これが本当だったら、私の息子や孫だとんでもないことになる、あるいは架空請求であれば私の家や財産が差し押さえてしまうというようなことで、詐欺であってもまあいいやというような考えでお金を下ろしに行ったりとかですね、して、今は相手の口座に、犯人側の口座にお金を振り込んだり、犯人に直接手渡したり、あるいはレターパックとかそういう宅配便でですね、相手の犯人側にお金を送金してしまうといったことが多くなっているようです。昔アメリカでですね、宇宙戦争というラジオ番組があって、これはラジオだけで、流れたんですけれども、当時のこれを実況した俳優さんの名解説、名実況によりですね、ほとんどの方がそのラジオ番組を信じてしまって、アメリカ中がパニックに陥ったといったことがありました。特殊詐欺についてもほぼ電話なりで、相手が騙してきますので、顔が見えませんので、それと全く同じような、状態に陥ることが多いと思います。ご家族と多くのコミュニケーションを取っていただくということが一番大切だと思います。まあ、少しでも不安であると感じましたら、ためらわずに110番していただくか、最寄りの警察署や交番に連絡をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。